はいどうも、中プロです。プロレス界の重箱の隅を使える内容を毎情報一人語りでお送りしております。こちらのチャンネル、今日の話題はこちらになります。はい、好きな合体技はということでね、回答2ということで、前回もね話させていただきましたが、以前募集させていただいた皆さんの一番好きな、合体技、コンビネーション技ですね、タッグチームのコンビネーション技、何がありますかというお話でね、ご回答いろいろいただきました。今回はですね、そちらの回答発表の2番目ということで、僕のコメント付きでねお話をしていきたいと思います。今回ね、すべてお一人の方の回答なんですけども、こちら行っていきたいと思います。まずは、はい、サンドイッチラリアットですね。流言法のサンドイッチラリアット、いいですよね。これに関してなんですが、というか今回ねいただいた、その技のに関してすべてなんですが、僕がそのプロレスからですね、ちょうど離れてしまっている、まあ本当に小学校高学年ぐらいから中学生ぐらいかなの時で、その間に、まあ、出てきた技という感じになったので、ちょっとやっぱり視点が少しずれてるところがあるんですが、そのあたりは僕自身の視点ということでご理解いただきたいと思います。で、この、サンドイッチラリアットなんですけども、一番最初に僕これ、そのどっちがオリジナルかわかんないんですけども、この技を知ったのは、実はプロレス本体ではなくて筋肉マンですよね。そうですね、いわゆるヘルミッショネーズの、クロスボンバーですよね。ビッグザ・ブドウとネプチューンマンのクロスボンバーっていう技で、まあ、あれはマスクがボーンと剥げちゃうような感じの技でしたけども、とにかくダブルで上下からラリアットを叩き込むというのは、本当に技の逃げ場所がないんで本当に恐ろしい。こういうこと、首がちぎれてるんじゃないか、こんな危険な技をできるのかなと思っていたら、その後プロレスを見直した時に、あ、本当にやってるチームがあるんだと、それがまあ流言法ということで、もうどっちが本当は先だったんですかね。詳しい方は教えていただけると嬉しいんですけども、とにかくこの、筋肉マン出てきた本当の技を実際にこれをやるとは、やってる、タッグチームがいるとは本当思わなくて、すごいびっくりした記憶があります。確かにWAR ね、あたりっていうとなんかグシャっていう音が聞こえてきそうなプロレスというのがですね、すごくイメージとしてあるので、まさにその WAR を、イメージさせる技という感じの中で、僕の中ではそういうイメージが非常にあります。はい、そして、ダブルのエンズイゲですね。まあ、これは鶴竜ということで、鶴田天竜というね、でしたけども、まあ、流言法も得意としてて、僕としては、WAR のイメージがやっぱ強いので、なんかその流言法のイメージの方がすごく強い感じがあります。で、この技に関してはもう中プロ的なあれなんですけども、ダブルの円錐っていうところなんですけど、前面の方は円錐じゃないよねっていうことですよね。後ろは円錐切りですけど、顔のこっちの方は円錐切りではないよねというのが、個人的な、イチャモンというかねになります。なので、その以後にバリエーションとして出てきた、三沢川田になるのか田上川田になるのかちょっと覚えてないですけど、要は円錐切りを後ろから、そして正面は川田選手のジャンピングハイキックというバリエーションバージョンがあって、なこっちの方がなんていうのかな、その、技のイメージとしてはなんていうのかな、その、まあ、理路整然としてるっていうから、別に顔面に円錐切りしちゃいけないわけじゃないですけど、その場合はただの顔面切りじゃないかということなので、ジャンピングハイ、そして後ろから円錐っていう方が、まあ、なんかちょっとしっくりきたなという、まあ、そんな感じの、どうでもいいですけどもことがあります。そして最後、はい、ハイジャック式のパイルドライバーですね。これもういいですよね。まあ、長州八津選手でしょうか。やっぱりその当時合体技といえばダブルのブレーンバスターとか、ダブルのバックドロップとか、アトミックドロップとか、ダブルのドロップキックとか、そういったものしかなかったイメージのところに、このハイジャック式っていうのはすごく鮮烈だったんじゃないかなと思う。だったと思うっていうのは、やっぱり 僕はその当時やっぱちゃんとプロレス見てなかったからですよね。で、ただ、まあやっぱプロレス復帰してからもこの技っていうのは非常に鮮烈なイメージがありましたし、まあ、維新軍ですね、昭和の維新軍のイメージっていうのが非常に強かったです。で、個人的にこの技に関しての思い出というのは、ファイプロですよね。っていうのは、ファイプロってやっぱりそのタッグの、コンビネーション技っていうのが結構売りだったんですけども、やっぱりこれ、ビジュアル的に作るのが難しい。要するにね、ある程度、コンピューターの、技術、ゲームの技術が革新していかないとできなかった技だったと思うので、結構ファイプロでも後期だったと思うんですよ。だからこのハイジャックパイルドライバーがファイプロで再現できた時っていうのは、もうそれはすごい嬉しかったですよね。やっぱりその普通のダブルの攻撃っていうね、ダブルのブレンバスターとかダブルのバックドロップとか、そういった技に関しては割と早い頃からありましたけども、こういう風にいろいろとね、それぞれの選手が違う動きをして、しかもコーナーから技をかけるというこのダブルのハイジャック式パイルドライバーが再現できた時にはすごく嬉しかったという記憶があります。さあ、
という感じでね、皆さんのからいただいた技についての、コメントをしてきたんですけども、次回あたりですね、僕の方の、技ですね、僕が好きなタッグチームのコンビネーション技というのを発表していきたいと思います。皆さんもですね、もしまだちょっとこの技好きだよというのがあれば、引き続きコメント欄に書いておいてもらえると嬉しいです。というわけで今日はですね、皆さんの好きなコンビネーション技、タッグ技のね、第2弾をご紹介していただきました。今日の動画面白かったという方は、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チューブルでした。